皆さんこんにちは、さなくまです。今日も島作り頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。今回もアプリで追加された家具を使って遊んでいきたいなと思うんですけど、作っていくエリアはヨーロピアの雰囲気のおしゃれな遊園地です。島くり第2シーズンでも遊園地を作る予定は実は今のところないので、今のうちに作って遊んでいきたいと思います。それでは本日の最初の癒し担当のところに行ってみましょう。噴水広場にクリスチーナが。チーヌちゃんおはよう。今日も可愛いね。最近の歌いがファッションで大事にしてることを特別に教えてあげるね。やっぱ何より個性だと思うんだよね。自分らしさを出していかないと。この前タコリナちゃんと福岡に行ったんだけどさ、いいな、可愛い。苦笑いされたの。でも自分のセンスを信じて買ったの。全身のパンコールのワンピース絶対イケてると思うもん、キャピ。これね、多分一緒に行ってたのが 100% やったら間違いなく盛り上がっとったやつやね。タコリーナにはちょっと刺激が強かったかな。まずは立ち作りからスタートしていきます。今回はアーチテイルの床を前面に敷き詰める形で遊園地を作っていくので、縦が13マス、横が17マスになるように割と広めのエリアを作っていきます。ベタ塗りの感じが久しぶりですごいワクワクします。だいたいこのぐらいの大きさですね。ここに遊園地を作っていこうかなと思います。次はオブジェを飾るための崖を遊園地の後ろ側に作っていきます。下から見上げた時にちょっと円形っぽい感じになるようにしたいので、後ろには背が高い家具を置いていこうかなと思います。個人的には平面のしまくりがすごい好きなので、相手と手があったらただひたすらに平面にしまくりをしていっちゃう気がしますね。今回は遊園地を下から見た時にちょっと迫力があるというか賑やかに見える雰囲気にしたかったので、崖を使っていこうかなと思います。普段なかなか作らない提出のエリアなので、3段目の崖までしっかり使おうとすごく張り切ってます。崖が完成したところで1段目の崖が1列分、そしてアーチタイルの床が1列分抜けていることに気がつきました。追加していきます。こういうこともあるよね。崖の上には砂の道を敷いていきます。基本的にこの崖は前から見た時に見えるところではないんだけど、念のため塗っておきたいと思います。だいたいこんな感じでいいかな。一区切りついたので案内所に遊びに行ってみました。パチちゃん、昨日教えてあげた歌ちゃんと覚えてきた？うわ、なんか可愛い遊びしてる。うん、バッチリだよ。今から歌うからしまくんも聞いてね。おお、マカロンの夢を見たよ。カラフルでふんわり、どれも美味しそう。キャピ、すっごい歌じゃない？何それ。もう全然違う。怒ってる 100%。 マカロンの夢じゃなくてマカロンの姫だし、カラフルでふんわりドレスはカラフルでふんわりドレスだし、美味しそうも恋しそうだよ。いろいろとってか全部間違ってるじゃん。っていうか最後のキャピは大の口癖じゃん、キャピ。まあね、キャピって結構存在感あるもんね。お手本の時に言ってたから。それにキャピって大谷も当てて素敵だよ。やだ、あたいの口癖そんなに素敵なんだ。一発で機嫌直っちゃった。そういうことなら特別にパッチちゃんも使っていいよ。わーい、じゃあ早速使うね、キャピ。おー、パッチのチョコレート初めての口癖じゃない？あ、でも歌う時には言っちゃダメだよ。歌詞の一部じゃないんだから、厳しい。お菓子の一部ってどういうこと？もう隅から隅までツッコミが必要だわ、この二人の会話。でもこの二人の絡みめっちゃ可愛い。それではレイアウトに入っていきます。まずは広場のアーチと広場の時計を置いていきます。黄色とね、緑の組み合わせがめちゃくちゃ可愛いの。すっごいおしゃれじゃない？横に並べるとお城っぽい感じになるかなと思って、マイレザを使わなくてもお城が再現できる世界線最高って思います。そしたら2段目の崖に洋風な柵を飾っていきます。ここはあまり見えるところではないんやけど、見栄えを良くするために飾ります。池の右側には広場の観覧車を飾ります。
この色も最高だよね。めちゃくちゃ可愛い。実際に乗れるサイズではないんやけど、ある程度大きさがあるけん、こうやって遠くに置くとちょっと迫力があるように見える気がします。可愛いな。色の組み合わせが本当にドツボです。次はお城の壁の前にお城の門を置いて、両サイドにお城の壁、お城の塔を飾っていきます。一式全部集めるのめっちゃ大変だった。でもやっぱりこうやって並べるとさ、背の高さも異常だし、本当に完成度高い。観覧車がね、結構隠れちゃうんやけど、ちゃんと飾ってるよっていう気持ちだけでも大事にしていきたいと思います。お城に向かって右側には素朴なパーティーライトを飾って、広場の汽車を置いていきます。この組み合わせもめちゃくちゃ可愛い。広場の汽車はサイズ感がすごいちょうど良くないですか。大きすぎず小さすぎず。そしたらその下の方には広場のゲーム屋台を飾ります。これも可愛いよね。地味に音楽流れてるのとかすっごい細かくて好きです。マイル家具のね、色味の統一は本当に可愛いですよね。そしたら新家具の花壇を飾っていきます。ここは両サイドに飾って、その後ろには旗付きの街灯を飾っていきます。かわいい。お城感出てきた気がします。やっぱり住民ちゃんたちに遊びに来てほしいので、真ん中にどうしても道っぽい感じの場所を作っちゃうんですよね。左サイドのメイン家具は広場のメリーゴーランドです。音楽も見た目も最高すぎる。右下には広場のバルーンワゴンとプレゼントの山、カーニバルのバルーンランプを飾っていきます。すごいお祭り騒ぎって感じの家具で集めてしまったんやけど、この家具たちの前にアイアンガーデンベンチを飾ります。こうすると若干馴染むよね。お、いい感じ。しっかり埴輪も置いておきました。なんかこう見ると埴輪が風船売ってるみたいやな。左側にはポップコーンワゴンと綿菓子の屋台を飾っていきます。遊園地のイートインスペースをイメージしています。あとは新家具のポップコーンセットも飾って、アイアンガーデンベンチを飾れば、おー、だいぶイートインコーナーっぽい雰囲気になったんじゃないかな。大体の家具配置は終わったんですけど、なんだか入り口がちょっと寂しい感じしますよね。もう少しエリアを賑やかに分かりやすくしていきたいと思います。入り口にちょっとしたオブジェを飾るために列を一列増やしていきます。そしたら真ん中を出っ張った形にしたいので、3バスだけアーチタイルの床を追加して角を丸くしていきます。だいたいこんな感じ。この入り口の両脇に丸いトピアリーを飾っていきます。これね、リメイクの色がいろいろあって、どれもめちゃくちゃ可愛かった。左右にハロウィンの柵を立てて、一気に洋風な感じを出していきます。そして消火栓、これもリメイクからめちゃくちゃあるので、本当に使いやすい家具になると思います。三角トピアリーと植物パーテーションのテラコッタリメイクを飾っていきます。なんか結構テーマパーク感あって、この家具もすごく好きなんですよね。一回引きで見てみるとこんな感じ。おー、雰囲気出てきたね。そしたら家具との調和性を良くするために、公園の柵のイエローリメイクと洋風な柵で周りを完全に囲っていきます。2種類の柵で色合いが暗くなったり明るすぎたりしないようにしています。最後にお城の門番さん役として埴輪を飾ったら、だいたいこんな感じで完成かな。かわいい埴輪。この子にお城守れるのかな。ちょっと一回下から見てみようかな。うわー、結構理想通りの雰囲気になりました。はい、ということで洋風な遊園地のエリア完成です。アップデート家具のおかげで、マイネズを使わなくてもお城とか遊園地が作りやすくなったのはめちゃくちゃ嬉しいですね。この後の手持ちカメラ風の紹介ムービーもよかったら見ていってください。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタン、気軽にコメントもお待ちしております。Twitter で日々の様子をアップしておりますので、よかったらチェックしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。
なみおおみなおくえくえくえなみおなみおなみおみなみおくえ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 おなみおなみお